越しいただいております、まず今節を振り返っていかがでしたでしょうか。もう本当に今日はホームゲームということで、また、日本リーガー様の皆様に背中を本当に押してもらって、まあ、ぜひ、勝利をお届けしたいというゲームで、選手一同、取り組んできたんですけど、まあ、結果は、まあ、1対1、まあ、先制して追いつかれて悔しい、まあ、引き分けだったんですけども、この引き分けを、次のゲームにつな、げられるようにしっかりまた準備して戦って、でまた、応援してもらえるように、また選手一同頑張っていきたいなと。チームとして良かった点、悪かった点、そういったところ。まず先制点が、取れたので、まあ、そこはチームとして今、好調のところかなというふうに思います。で悪かったのはもう本当に最後のところ耐えられなかったので、まあ、交代選手も含めてもっと早く、カードを切ったりとか、まあ、私の采配でもうちょっとうまく勝ち点3は取れたのかなというふうに思うんですけど、まあ、さっきも言ったようにしっかり次のゲームに生かせるように、残りの試合に生かせるように、またみんなで、課題を統一して共有して、やっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後、サポーターに向けて一言。はい、もう本当に今日背中を強く押してもらって、本当に選手一同、勇気が湧いたので、残りのホームゲームの試合、またアウェーも含めて、皆さんの声援で選手の背中を押してもらいたいと思います。今節、見事得点を決めていただきました、20番松田光介選手にお越しいただいております。よくの得点でした。得点シーンを振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、前半で押される場面があって、まあ、監督からはハーフタイムに絶対チャンスが来るんで、まあ、そこを狙っていけって言われたんで、まあ、ちょうど、まあ、味方が体を張ってくれて、まあ、PK という形で打ってもらえて、まあ、自分自身はあったんで、もう本当に、まあ、決めるだけだったんで、チームにみんなが繋いでくれたときだったので、はい、ありがとうございます。ただ、本日全体的に振り返っていただきました。そうですね、やっぱみんな粘り強く戦うっていうことがやっぱできてるなって感じで、まあ、どんだけ押されてる場面だって言っても、まあ、後ろはしっかり走ってくれて、まあ、前からもしっかりプレスかけれて、まあ、最後失点はちょっと余計やったんですけど、まあ、今でやっぱ自分たちの置かれてる状況っていうのはもう本当負けられないんで、みんなが体を張って戦えてるっていうのは、まあ、いい方向に見てるかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後、サポーターに向けて、一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。自分たちは本当に、まあ、必死に戦って今のこの状況を抜け出して、まあ、残留っていう目標になってしまったんですけど、しっかりチーム一丸となって死ぬ気で戦っていくので、これからもよろしくお願いします。まずコース全体としての出来としてはいかがでしたでしょうか。まあ、そうですね、まあ、チームの一丸となるというか、選手全員で、まあ、やっぱりなんとか、まあ、失点もなく、耐えていたし、まあ、やっぱり最初は最後は勝ちたかったという本音ですけど、まあ、この勝ち点1をしっかりと次につなげたいなと思います。今、まあ、チーム2連勝の、後に、引き分けになりましたけれども、チームの状態としてはいかがでしょうか。そうですね、まあ、雰囲気もすごく良くて、まあ、やっぱりこうなんとか3連勝というのを目指して、まあ、本当に日本リーガーさんのスペシャルマッチというのもありましたし、まあ、やっぱりひたむきな姿を見せたいなということをチーム全員で言って、まあ、さらにやっぱり勝ち、勝利というのを届けたいなというのがあったので、まあ、そこが達成できなかったのは、少し悔しいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後、サポーターに向けて一言。はい、まあ、この勝ち点1を無駄にしないように、次アウェーですけど、なんとか勝って、早く残留が決めるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。